んばんは。CA部千住クロス C スタジオの時間となりました。イエーイ。イエーイ。ありがとうございます。MC はマリーナと風見理香がお送りいたします。はい、よろしくお願いします。はい、ということで今日は C スタジオにうちら登場しておりますけれども、はい、そうなんですね。いつもは CA 部千住レクルというエンタメライブに、ね、出てるんですけど、リカちゃんはねさっきまでね、そうなんですエンタメライブの方、今日は2本立てで理香、はい、ばかりっていう感じで、はい、お送りしたいと思いますけども、はい、ね、今日はちょっと特別編っていう形で、エンタメライブの、はい、まだ番外編っていう流れ で、はいはい、やっていきたいと思いますので、はい、ということでですね、もう3月中旬になりますよ、はい、もう卒業シーズンになりますけど、はい、なんか思い出とかあります？そうですね、私なんかあんまり卒業とかで泣くタイプじゃなかったんですけど、泣かなそう、めっちゃ泣かなそう、はい、ドライだねってよく言われるんで、けど大学の卒業式は結構うるっときましたね。あ、本当？結構なんか辛かったんで大学そっちかよ個人的に辛かったっていう、はい、辛かったですそういう、はい、卒業できてよかったなっていう、よかったです無事に、はい、そうなのね。いや、私ありがとうございますでも卒業したの2年前なんでしょそうなんです、ついさっきみたいな感じで、まあ、まあ卒業したんですけど、私ね、はい、あのね、小学校、はい、私が卒業した小学校が今年のその3月の卒業生で亡くなっちゃうんですよ、はい、学校が、そう、子供が少ないですね、まあ、ざっくり言われるとぐさって刺さるけどそう、130年ぐらいの歴史がある小学校だったんだけど、あの、はい、あの隣の小学校と中学校が合併っていうして、また新しい学校になるみたい で、そうなんですね、ちょっとね校舎も取り壊されちゃうってみたい で、ちょっとそれは寂しいなっていうところなんですけど、なんかねまたね4月に向けて皆さんいろいろ ね今ワクワクドキドキと花粉症に戦ってると思うんですけど、はい、はい、皆さん楽しんで今日も放送を聞いていただければなと思います。はい、はい、ということで本日このスタ C スタジオ、 C スタジオはっていうの言い慣れないですね。でも今日は C スタジオです。C スタジオはアーティスト特集ということで、この前に放送していた千住力クロスエンタメライブ形式で番組を放送していきたいと思います。すいません、これあ、そうなんだって思いながら今読んでました。いやね、冒頭で喋っちゃったが、そしてゲストの方は地方で歌手として、現在都内での活動を中心に活躍している方をお呼びしました。それではご紹介をリカちゃんお願いいたします。はい、今夜のゲストは佐伯舞さんです。以前はタレントとしてドラマ、テレビ朝日系列の特命係長ただのひとしに出演や CM、東急ハンズモデルなどで活躍、現在は息の長いアーティストを目指し東京を中心にライブやモデルとして活動中ということです。今夜はどんなパフォーマンスを見せてくれるでしょうか。はい、それではスタンバイの方はよろしいですかね大丈夫ですかね。はい、それでは大丈夫ですかねはい、それでお呼びいたします。佐伯舞さん、よろしくお願いいたします。皆さん、今日は集まっていただいて本当ありがとうございます。佐伯舞です。今日は、オリジナル曲から、ライブ短いですがスタートさせたいと思います。それでは聴いてください。キャンディーガール。皆さん最後までよろしくお願いします。よろしくお願いします。手拍子お願いします。終電を過ぎて一人タクシーに飛び乗る地へ飛んで時計を叩いて君をぬくもりに信じて寒いからこの街並みの日焼けの香りが大好きだ。でもね、何かが違うの、すべてが今までの私じゃない。ここにいちゃダメなんだ、もう私の場所じゃない。大好きなこの街の景色に甘えてる時じゃないんだ。今新しい扉開けた、そう思って一歩前に進まなきゃ。ありがとうございます。ありがとうございます。
君の部屋から見えた景色は全てが綺麗で見えたんだ。桜の日にも雨の日も夜明けの中で流した君が奏でる可愛すぎるメロディー、ただ聞いてたかった、コロコロ笑ってた幼き日の私がここにいちゃダメなんだ、もう私の場所じゃない。大好きなこの街の美しさに甘えてる時じゃないんだ、今新しい扉開くと基礎をもっと一歩前に進まなきゃ。ありがとうございます、ありがとうございます。ここにいることの無意味さに気づいてしまったんだ、もう戻れない、次の私に伝えたい涙が。ややっと分かってきたんだ、本当の私、誰かに振り回されるだけの私はもう卒業、ここにいちゃダメなんだ、もう私の場所じゃない。この場所から踏み出す向きを持ちためらう時じゃないんだ、今新しい扉開くと基礎をもっと前に進まなきゃ。ここにいた私はもういない、君を愛した私もいない。ありがとうございました、ありがとうございました。お願いします。あの海へいつかまた帰りたいと、夏の風に吹かれるたびたまらなく心ざわめく切なさ、足を裂いの音と共に
でのライブの時のお客様も、ね、こんなに近くで初めての今日本当にありがとうございます。今日はお母様の地元で、この町で、歌わせていただきます。本当に、北千住の皆さんも、見てる方も本当にありがとうございます。さあ今日は MC 中心の番組ここに出させていただいたの2年ぐらい前なんですけど、今日も私お母さんの実家千住なのですごく北千住大好きで、今日は千住の皆さんに見ていただきたいなと思い出演しました。で今日は、最後までよろしくお願いします。本当にありがとうございます。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ありがとうございました。よろしくお願いします。はい、それではですね、この後トークで、たくさんお話聞きたいと思いますが、まずその前に、CM の方をご覧ください。どうぞ。なんで俺だけ怒られるんだろう。彼女にも愛想つかされるし、今日は帰りたくないな。何もかも嫌になりそうな。あら、どうしたの？元気ないね。つけた顔してるね。もうまっすぐだよ。下も落ちてるね。あそこで元気もらえるよ。うん、いい湯だったな。あんちゃんもあそこに行くのかい？明日晴れるような気がした。会いたい会いたい君のその笑顔に、あったかいあったかい僕らの住むこの街。あったかいな足立。
なたの声を聞かせてください。足立区。毎日電車に乗って家と職場を行き来して、今夜は久々に千代田線綾瀬ゼロ番線乗り換えて、街と会話を交わす忘れていた懐かしい感情を、笑顔に出会うたび何かを取り戻したような気がした。あ、お肉忘れた。みんなでパーティータイム、足立な餃子でパーティーアップ。みんなでパーティータイム、熱々餃子でパーティーアップ。一緒にパーティータイム、足立でみんながつながって、一緒にパーティータイム、足立が私を優しく包んでく、包んでく。小野浩平と申します。27歳です。静岡県の伊東市、勤務職7年ですね。田舎に帰って、静岡県の田舎に帰って、向こうで開業したい、開業するってだけの目標で帰って成功するかっていう不安もあるんですけども、まあ何かしらもっと大きなビジョンを持っていきたいなって思いはずっと思っています。森坂よし子です。介護系をやりたくてここに入っていて、入社してから1年でデイサービスができたんですけども、現場責任者をさせていただいてまして、キャンは自分のやりたいことをすごく尊重してさせていただける会社なので、福祉系以外の医療系の資格が取りたいなと、そういった資格を取って、まあ、ここで活かせていけたらなと思ってます。名前は舞田純と申します。出身は青森県の十和田市。今これを見てくれている森の方は僕は1年生を、そちらが申しました。僕はその時3年生でっていう感じ。他の会社と違ったところが、開業支援してくれるっていうのを割と前面に出してくれてたんですね。東京でまあ勉強することもできるし、それのノウハウをまた自分の故郷とかに持ち帰ってやることもできるっていう。名前は藤原有沙です。タッチ新店舗の立ち上げから委員長をやらせていただいて、一応なんか全部の売り上げが一番、多分私は一生プレイヤーでいたい、その経営とかなんかそっちではなく一生患者さんと関わっていきたい。ノアからあなたへ、あなたから親愛なる人へ。また会いたいよ、あの場所で君と巡り会えた。また会いたいよ、いつの日か。もうすぐお届けします。一体どこが始まりで最後だ、どこまで生身の体で生きてくんだ、クリアしてくんだ、ぶち抜け貫け暗闇を。この番組は人と人を笑顔でつなぐ千字でクロスがお送りしております。提供は町に元気を与える教育・医療・介護の株式会社キャンでお送りいたします。この番組は株式会社キャンネット放送局 C ウェーブ7階ブースからお送りしております。
この番組では皆様のメッセージを受け付けております。千住アットマーク cwave.jp までメールしてください。また現在ご覧になっているフレッシュでもコメントができますので、こちらの方にも書き込みよろしくお願いします。はい、それでは改めまして今夜のゲストは佐伯舞さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。よろしくお願いします。はい、ということで佐伯さんの方は、はい、先ほど言ってましたけど2年前に先日でクロスの方にご出演していただいているんですね。そうなんです。タンタンちゃんっていう子と、あとMC 専門の方、さやかさん、ボンバーさやかさんっていう方がいらっしゃって、はい、その流れで葛飾 FM とかも出させていただいて、そうなんですね。はい、その時以来なので、はい、あとはもうずっとライブライブライブで、そうなんですね、はい、いかがでしたか、久しぶりのこの会場で歌われるの。ライブとかだと、はい、もうなんかこう始まるぞみたいな、はい、流れとかあるんですよ、はいはい、そうするともうライブって感じの、はい、ここって結構トーク中心の感じなので、はい、突然そうなんですよね。すいません、先ほどもね、面白かったです。アーティストさんをねお呼びするときにねちょっと困られてしまったすいません、全然です。本当にゆるい感じやら、はい、すごいなんか逆に楽しかったです。すごい面白かったです。面白かった、いつ始まるんだいつ始まるんだっていう感じの、ね、空気感と、そう、今日は、ね、すごいお客様も、はい、たくさんいらっしゃってて、ね、ありがたいですね。ありがとうございます。最初のね、冒頭でイエーイ、もう本当にダンディーなお声が、はい、そうですね、素晴らしい、いつもと違う感じで、そうですね、本当にちょっと緊張がいつもよりも増したんですね。本当ですか、私もすごい緊張してます。本当ですか、そんな感じには全然見えなかったですけど、お客さんからすごい近いですからね、はい、ここは近いんで す、ね、でこんな近くで話さないんですよいつも。本当ですか、すごいなんかすごい緊張熱い視線がね振り注がれてるんで、ね、はい、いつもとライブや見えないね、見れない舞さんをね今回は見せられたらと思いますの です、ね、ですよろしくお願いいたします。はい、します、はい、ということで、北千住、お母様が、はい、お母さんが地元なんです。あ、はい、そうなんですね、なるほど。あ、じゃあもう、あ、じゃあご実家ではなく、あ、おばあちゃん家がありまして、ああ、そうなんですね、でお家はちょっと学芸大学なんですけど、あ、ま、今ずっとおばあちゃんの頃から千住すごいよく来てて、そうなんですか、はい、もう大好きなので、街の人がすごいあったかいし、もう本当みんなすぐ友達になっちゃうような本当に大好きなんですよ。本当にもういいですよね、北千住、本当にいいですよね、はい、なんかこのなんか都会っていうか、まあ東京23区なんだけども、こう気を張らなくてもやれるような、ちょっと下町な感じがしますね。すごい、そんな感じの、北千住でも駅はなんか結構その、ね、使用率が高いということで ね、 ですよね、世界一乗車率とかすごいんですよね。すごいです、東京駅よりすごいとかすごくないとか、あ、薄い情報でごめんなさい知ったかぶりな感じがすごいしますけども、ということで、最近もどんどん人気になっちゃって北千住、すごいですね、駅のなんか多いですもんね、線の数もすごい多いし、そうですね、もう本当に便利だし、いや、なんか北千住にこんな可愛い方が、はい、いたっていうかね、そういう感じでキラキラした方が本当に申し訳ないな、隣に座って申し訳ないなっていうふうに美しいです、いやいや、すいません、ありがとうございます、受け止めます。経歴とかもすごい、モデルさんとかタレントさんとか、はい、ドラマとかでもやらせてたってことで、特命作り長とかすごい、ちょっと見てました、見てました、本当ですか、リターンズにで、OL 軍団が昼間にいるんですけど、エビちゃんがいて、その総務2課っていう、部署があって、はいはい、そこでバチャバチャしてイクエちゃんっていう役で、はい、女優さんだったりモデルさんだったりとか、ね、幅広い活動を、はい、されているということで、はい、スタイル抜群ですね。そうですね、とんでもないです、本当に足が細くて、ね、すごいミニスカートがめちゃくちゃ似合ってて、すごい恥ずかしいですけど、いやそんなことないです、ありがとうございます。こういったトーク番組というか、はい、直接こういうふうに根掘り葉掘りじゃないですけど、はい、聞かれるのとかもあんまりないですよね。ライブは結構なんか自分軸でわーっと進んでっちゃうんですけど、はいろいろ聞いてくれると、はいはいはい、全然喋っていいんです、喋ってもいいんですっていうのもあれなんですけど、すごい嬉しいです、なんかゲストだみたいな、いや
もちろんアーティストですよ。いやいや、何をおっしゃいますか。すいません。いい、先ほどね、ライブもね、3曲ほど聞かせていただきましたけども、はい、本当に優しい声で、すごく癒されると言いますか。そうですか、ありがとうございます。なんか人柄が出てますよね。そうですか。でもなんかあのキャラ設定がいまいちあのはっきり決まってないですけど。大丈夫ですか、キャラ設定言っちゃって。いまいち、あ、でもなんかそうですね、今日好きな曲ばっかり歌わせてもらったんで、はいはい、すごい嬉しかったです。あのカバーの曲だったらあったと思うんですけども、はい、その選曲というか、それはどういう風に決められてるんですか。あ、は、まず私あのザード、はいはいはい、あのザード、はい、負けないでって24時間っていうの、はいはいはい、が大好きで、はい、ザードのアルバムを小さい頃買って、それからずっと歌の仕事をしたいって思ってたんで、あのライブでは必ず坂井泉さんの曲を歌っていて、それであのライブ来てくれるファンの人もザードのファンの人とかがすごく多くて、はい、オフ会とかにも、そうですね、声の雰囲気とかもすごい合ってて、すごいおこがましいんですけど、すごい大好きで、ライブでは必ず歌ってるっていう。そうなんですね。はい、平成のザードみたいな。あ、いやいやいや、なんかすごい嬉しい。ちょっと言葉のチョイスがあれですけど。ありがとうございます。はい、すごいね、あの曲もね、あのご本人の雰囲気もあって素敵だなと。ありがとうございます。はい、思いました。でタレントさんとモデルさんだったりとかも、はい、いろんな活動を経て、はい、今あのアーティストとしてライブ活動だったりとかされているということなんですけども、はい、あの具体的にどんな活動されてるんですか。はい、まずあの SNS としては、私結構細かい SNS が苦手。Facebook って結構、はいはいはい、あのダイレクトに、はい、あのファンの皆さんと触れ合えるっていうのもあって、Facebook 中心にやってまして、はい、それでライブ活動やって2年半ぐらいで、今100人ライブができて、あの全部 Facebook から知っていただいたので、そうなんですか。そうなんです、意外と、すごい、ね、みんなあの結構 Twitter とかショールームとか多いと思うんですけど、はい、そうですね、はい、結構 Facebook が珍しかったのか、合ってたのかもしれないんですけど、はい、で今は、年に何回かやっていて、あとですね、あのこれから今年の目標が300人ライブをしたいです。お願いします。お願いします。します。できちゃいますね。皆さんが一人一人ずつお友達を、はいはい、そう連れてくれば行きますよね。そうですよね。一人100人ですからね。行かないわ。あ、そうですね、100人の人が2人呼べば、うん、そうですよね。300人行きますね。あ、簡単じゃないですか。違う。意外と近い目標。ね、いやいやいや、すごいですね。ですよ、100人も呼べるだけでも本当に。ね、ちゃんも自身でね、歌ったりとかライブされると思うんですけども、どうですか、100人呼ぶって。100人呼ぶってもう今考えられないですね、本当に。もうどうやったらこう知ってもらえるんだろうっていうのを私も結構常々考えてるんですけど、本当にすごいなって。300人ですか、はい、素晴らしいですね。なんとか行きたいなと、はい、そんな舞さんですが、はい、もう早速ですね、メールが続々と届いてるんですよ。あ、すごいもの量じゃなくて良い人ちょっと人間じゃないで、ね、すごい巻き目で、あ、ありがとうございます、ね、まあ、本当ありがとうございます。すいません、本当にありがとうございます、はい、いただきたいと思います。ライブ毎回生閲覧しております、キャンディーガールをリクエストします。浅染正雄さん、あ、すいませんね、真正面ありがとうございます、ありがとうございます。失礼いたしました。メールもね、していただいて、実際も来ていただいてありがとうございます。はい、舞さん頑張れね、ちょっと一言で、すごいですね、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。舞さん、千住でクロスの公開生放送にご出演おめでとうございます。ありがとうございます。舞さんの可愛くてほんわかとしたトークと最高の歌が披露されることを楽しみにしていますとのことで、はい、ありがとうございます。最高の歌でしたね。ありがとうございます。はい、舞、はい、さん CD デビューおめでとうございます。 ありがとうございます。これからもライブ活動できるように頑張ってください。応援してます。ターさん、ターさん、ターさん、ありがとうございます。ターさん、ありがとうございます。見てらっしゃる。PN 康弘さんですね。舞さんの笑顔や声は癒されます。特に笑い声はとてもキュートです。かわいい。歌も最高。ファースト CD の配信も始まったし、世界中の人たちに聞いてもらいたいです。
生で観覧できないのは残念ですが仕事場から応援しています。ありがとうございます。すごい丁寧なお目、ありがとうございます。ありがとうございます。メッセージが立ってますね。100人ライブ本当ですね。また続々と来てるんですけどもすごいです。ありがとうございます。ちょっとメールはまた後ほど読ませていただいて、はいはいはい、先ほどメールでもありましたファースト CD が3月1日に、ね、はい、発売中、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。本当にありがとうございます。記念すべき CD ありがとうございます、はいはい、ということなんですけども、はい、あのこちらちょっと、はい、あの、はい、ネットで拝見させていただいたんですが、はい、クラウドファンディングとかされてやりました。大変ですよね。これもフェイスブックから発信して、そうなんですね。目標金額もね無事達成されてたようでしたけど、そうですね、達成します。達成してなんか大変だったこととか結構あったんじゃないですか。でもすごいなんかやっぱフェイスブックで知り合いになれたファンの人とかがすごく応援してくれて、もうあれね、なんか今、成功率何パーセント来るんですよ、はい、そうそう、その都度おめでとうとかもっと頑張ろうとか、すごい、あとシェアもたくさんしてくれて、すごいもう本当にもう思ってもみんなもう50いけばいいぐらいかなって思ってたけど、もう100いってすごい嬉しかったですね。もうよくクラウドファンディングって最近聞くけども、身近でこう、うん、ね、達成された方ってなかなか私もお会いする機会がなくて、そうですね、はい、ありがとうございます。最初始める前は結構考えますよね、あどうしようかな、うん、失敗したら嫌だなとか素直に。でもなんかもう失敗しちゃうことが結構私好きでポジティブポジティブ、そうなんです。一回やって失敗してそこで応援してくださる人もいれば、まあ、そうじゃなくなる方もいるかもしれないけど、そこ超えた後って今までのファンの方が逆に熱くなるんですよね。もう一緒に乗り越えたっていうのがすごいあるので、はい、やっぱりなんかもうね、やりたいことをやりたいけど我慢してるっていうのが一番ダメだと思うので、もうガンガンもう飛ばして、そうですね、結構いってます。はい、愛さんがね、たとえ失敗としたとしても、うん、多分可愛いから許せる、そうですね、てへーぐらいな感じでやっとけば全然大丈夫だと思います。いや全然結構パッと見と結構中の性格が近かったりするすごい黒いとか、それはそれで全然なんかちょっと友達になれそうなあれなんですけど、すごい体育会系なんですよ。あ、そうなんですかそういう一面あります？大好きで、どうだろうみたいな、ね、ね、あと曲もロックが一番好きで、そうなんですか。そうなんですよ、意外。あとザードさんってロックなの知ってました？あ、ちょっと意外とポリとしては、そう、意外とロックなんです。なんかポップスなのかなって勝手に思ったかもしれない。なんかそうですね、有名な曲は結構ポップな感じの曲が多いですけど、こんなにそばにいるのにっていう歌があるんですけど、やっぱり実際生音でやるとドラムがすごく入る曲で、結構ロックが多くて、あら、ロック超好きですね。はい、いいですよね、やっぱロック、なんか結構私もノリのいい曲がすごい好きで、ありがとうございます。いいですよね。なんか今回の曲とかは、なんかイメージとかはあったんですか？イメージ、これはやっぱり詩、私が書いてバンドメンバーと曲作ったんですけど、はい、すごく、あ、でも女の子にぜひ聴いてほしいっていう曲で、はいはい、SNS が今盛んじゃないですか、はいはいはい、キャンディーガールっていう曲なんですけど、はい、SNS ってすごく便利なんですけど、便利な反面ちょっと使い方によってはちょっと見え張りっ子みたいなこともありますよね。少し ある子もない子もいるんですけど、はいはいはい、そういうなんか時代に向けて新しい応援歌というか、そういう自分を持ってなくてはいけない時代だなってすごく思っていて、すごくで中目黒を舞台というか、あの辺で書いたんですけど、作詞とか、なんで中目黒かっていうと、あの辺よく友達が多くて、よく行くことが多くて、でそこでやっぱり夢を持ってあの街に住む子とか、渋谷にとか目黒とか多いんですよね、はい、やっぱ発展してることが多いので、いろいろ情報発信する子も多くて、で、ある時期になるとみんな夢を叶えたり夢を諦めたり実家に帰ったり他の夢を持ったりするとか、
そういうそれぞれの人間模様みたいなあって、はい、やっぱりなんか最後に自分のことを決めるのは自分なんだよっていう、うんうんうん、自分にも言い聞かせて、うんうん、楽しいことばっかりじゃなくてそこからまず一歩先に向けて、でなんであの詩にあのサビのとこにここにいちゃダメなんだっていう詩があるんですけど、そういうなんかフレーズをみんなに聞いてほしいなって思って書きました。なんかまいさん、はい、この見た目だったりとか雰囲気とかすごく柔らかくて可愛らしい印象ですけど、なんか本当に自分の持ってるというか、なんかいろんな今お話聞かせていただいてなんかしっかりされてるというか、そうですね、なんか体育会系をちょっと感じました。本当に夢に向かって一生懸命やられてるのが伝わってきますね。ありがとうございます。そのキャンディーガールもね、そのタイトルだけだとなんかポップな、ね、はい、そうですね、私もそういう感じの曲なのかなっていう風に最初ちょっと思ってたんですけど、聞いてたらね、そう、なんかマイさんっぽい、明るい感じなんですけどね、はい、結構伝えたいことびっしり書いてるので、後であの聞いてください。ありがとうございます。ぜひよろしくお願いします、はい。で曲なんですけど、はい、曲はその歌詞はいつもご自身で考えられて、はい、考えます、はい、なんか結構体験談だったりとか、結構ここに来られるアーティストさんって、はい、あの人によってあの全然ノンフィクションだったりとか、ノンフィクションだったりとか、まあ、いろんな方いらっしゃるんですけど、なんか今の感じ聞いてると、舞さんご自身で常に日頃考えられてることを言葉にしてるのかなとか。そうですね、はい、やっぱりでも実体験プラスあれですよね、こうだったらいいなとか希望的観測を ねじ込んでいくっていうか、でもほとんど実体験ですよね、やっぱり歌ってそれが入らないと、ね、気持ち入らないですよね。なんか私もちょっと歌詞とか書くときもあるんですけど、やっぱりネフィクションもあるけど、そこにちょびっとね、あのノンフィクション入れると、なんかこう歌ってる時にもなんか気持ちが入りやすかったりね、しますよね、本当に景色とか浮かんできます。その状況はすごい感じたい、あこの頃こうだったみたいなのとかね、結構ありますね。じゃやっぱ人前で歌う時だったり、そういうのもね、思い浮かべながら歌うとやっぱり気持ちが違かったりとか、そうですね、はい、あの先日もライブの方されてましたね、銀ちゃんの方だったりとか、はい、すごい大盛況だったみたいで、ありがとうございます、本当にありがとうございます。映像の方拝見させていただきます。あ、ありがとうございます。その時のね、お衣装もね、はい、ドレスですごい可愛いなと思ったんですけど、 ありがとうございます。あれなんかディナーショーみたいな感じでしたけど、そういう感じではないですか。あ、そうですね、あでもディナーショーも考えてて、あ今年やれたらいいかな、すごいいいと思います。すごいいいと思う。ディナーショーいいですよね。ありがとうございます。ちょっとね、ディナーショーはちょっと寒い頃の方がいいのかなっていうイメージ。ああ、クリスマスとか。そうなんですよね。はい。なんか企画中で。あら。はい。じゃあ皆さん楽しみですね。ファンの方も。はい。ということでですね、また、はい、あのメールの方も、そうですね、はい、たくさん嬉しいですね。ご紹介します。はい、山口県のベンさん。はい、すごい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ご出演おめでとうございます。楽しみに聞かせてもらってますということですね。ありがとうございます。本当にありがとうございます。はい、はい、ライブには毎回最前列で生回覧しております。本日のご出演も楽しみですということですね。朝染めさん、 ありがとうございます。たくさんね、教えていただいて。はい、2年ぶりにマイさんが出演すると聞いて駆けつけました。お、どんな話やどんな歌声が聞けるのか今から楽しみですということですね。Kさん、ありがとうございます。Kさん、ありがとうございます。長俊さん、はい、ありがとうございます。結構全国各地にね、あまり方が本当にありがたいです。ありがとうございます。そして濃いね、あのあれですよね、はい、ファンの方がもう熱いですよね、思いが、ね、嬉しいですよね、本当に、ありがたい、ありがとうございます。CD、まあ、今回ですね、初めて、はい、出したということなんですけども、先ほどはキャンディーガールのお話を聞かせていただいたんですけど、はい、おすすめの曲がもう一曲、もう一曲、あ、そうです、このキャンディーガールのカップリングで、はい、酔いづきよという曲がありまして、はい、今日、あ、本当は夕月を歌いたかったんですけど、ちょっとあのバンド
のあちょっと音の感じ、そうなんですね、ライブでお願いします、はい、ライブででもその曲もあでも実体験なんですね、その過去のちょっとした恋模様みたいなちょっとしたそんな感じの曲なんですか。あそれも多分皆さんに当てはまるようにやっぱり何ですかね、バラード系、まあ、そうですね、それもちょっとそのまた中目黒の深夜の喫茶店すごい出てきます、ね、深夜の喫茶店で書きまして、あの終電乗り遅れたんで喫茶店で書いて、はい、で歌詞の始めが終電に乗り遅れって実体験で、そこの夕月はバラードなんですけど、あの都心の夜桜っていう、あの目黒川があって、はいはい、あのいっぱい都心のマンションが建ってるんですけど、そこにあの桜が咲いてるんですよ、はい、あで、あの夜桜と都心の、はい、あの街の雰囲気がなんかすごいミスマッチなんだけど、すごい不思議な感じがしたので、はい、ここで何か書きたい書きたい書きたいと思うと止まらないまま喫茶店に入っていい、ね、書いて、それでそうですね、でもう一度会えるような不思議な夜という、例えば会いたい人とかで誰、はい、いますよね、皆さん誰かしらいると思う、家族であったり恋人であったり、もう一度会えるじゃないかっていうその希望を感じるような夜、夕月夜というか、月がねすごく綺麗で、都心の中に夜桜って結構いいんですよね。そうですよね、うん、だいたい桜っていうとやっぱりこうね、東京よりももっと壮大な、うん、そういう歌って結構たくさんも出てると思うんで、逆にいいかなと思って、ちょっとねこれからちょうどいい季節ですよね、この歌にはこの景色か、舞さんが見たのはってね、皆さん知ってほしいです。なんかそのタイトルも素敵ですよね。ありがとうございます。ちょっと難しくて私ちょっと読めなかったんですけど、私もちょっと調べました。それはなんかタイトルは元からある言葉なんですか、それとも舞さんが考えた、あなんか書いた時になんかこう浮かんできた、その時は浮かんできたやつです。使わない普段、普段使わないですよね。素敵な言葉のチョイス。あじゃあ舞さんのオリジナルの言葉何ですかね。あそうですね、そうですね、真逆のタイプなんで、はい、曲があこっちが夜月夜のパッケージで、なるほど、それはそれ用のこっちがキャンディーが、このね、写真もまた雰囲気が違うかなっていうところなんですけど、うん、そうですね、まあ、それぞれいろんな目を持ってる舞さんですけど、はい、でも描きたいと思ったらすぐ描くんですね。あそうです、あとフレーズ感できたらスマホに描いてなるほどフレーズは用意しときます。あの作詞はして、うん、あの音響、音響っていうかメロディーとかは、うん、あのバンドの方だったりとか、そうですね、私もあのピアノぐらいしかでき、はい、ピアノぐらいなんで、そのがっつり曲っていうのもないんで、バンドさんと集まって、うんうん、いろいろこんなんがいい、うん、あんなんがいいっていう、普段のあのライブってバンド編成が多いですか。バンド編成です。あそうなんですね、はい、さっきの曲だったりとか、はい、あのバンドすごいいいですね、うん、あ音いいですよね、いいですねあのその銀座のライブのね映像もすごい素敵だなと思ったんですけど、うん、あ、ありがとうございます。生はまたいいですね。そうですね、生いいですね。ここじゃちょっとねバンド大変、そうですね、ぎゅうぎゅうになっちゃいますね。本当はね来てほしかったんですけどね。ちょっとね、ぜひぜひライブの方にね、ちょっと一回キャラどんなになるかやってみたいですよ、ね、ここにそうですね、ジャックバンド入ったらどうなるんだってやってみたい。お客さんもうちょっと後ろ下がってくださいってなるかもしれないですけど、なんか バンドの圧力っていうか密着率がすごい高くなりそうですけどね。そうですね、そうですね、でも やってみたいですよね。でもね、やってみたい、私もちょっと気になります。ここにどうやってドラム入れんだろうっていう感じ。ぜひ、あのね、運ぶの大変ですよね、うん、それをねやるのがね、舞さんが第1号で、ね、はい、やってくれればちょっと立ち見の方が増えちゃうかもしれないですけど、あその時はスタンディングで見てもらって、そうですね、スタンディングでビール片手に飲んでもらって、ちょっと暗くして、うん、いいじゃないですか、いいですね、ぜひ
はい、ありがとうございますということですね。ちょっとまだお時間あるんですけども、はい、あのなんか直近で告知したいこととか、うん、まあ、あのこのファースト CD の発売だったりとかあると思うんですけども、もしライブの情報だったりとかあったら。そうですね、あ、じゃあ、キャンディーガールとゆずきよが、はい、3月初めから、iTunes で聴けるようになりました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。なんであのぜひポチッとダウンロードをね、ポチッとやっていただけたら。ポチッと簡単ですからね今嬉しいです。あとあの5月16日に、はい、また銀座ゼロでライブがあります。7時からになります。またいつものバンドメンバー4人で、がっつりバンドをやってきますので、はい、ぜひお時間ある方よろしくお願いします。ぜひ来てください。よろしくお願いします。お願いします。あの銀座でのライブは、はい、あの何曲も歌われるんですか。16、7すごいですね。すごい。その曲の構成はその、はい、先ほどの CD に入ってる曲だったりとか、あとはザードさんの曲歌われる。そうですね、あのちょっとアレンジを今回加えようということで、いろいろ新しい試みを今考えてて、メドレーとかもやったりしたいなとか、あとそのあ、それはカバーのメドレーとか、うん、そうですね、やったりとか、あとオリジナルがもう一曲できたらいいかなと思うんですけど、そうですね、あと今年302ライブをまとめてやりたい、やりたい、やりたいです。頑張ります。はい、いやでもこの調子だったらいっちゃうじゃないですか、うん、ね、そうですね、皆さんも疲れてる、ね、みんなが2人ずつね、みんなあ、すごい今日頭入れて書いて書いていただければありがとうございます、詳しい情報とかは、まあ、Facebook を、はい、そうですね、フェイスブック、あとアメブロもやってます。はい、あとツイッターもやってるんです。ツイッター難しいですね。難しいですねツイッターみんなやってると思うんですけど、あのすごいあの上手い方って本当にどんどんフォロワー数もバンバン増えていくし、こうリツイートバンバンバンみたいなあるんですけど、ツイッターであれでしょ、あのコメント数限られてるでしょ。ちょっとあ、そうですね、なんか短いですよね。短いです、ね、あ、入らない、スペース減らそうみたいな。そうそうそう、ありますよね、すごい短くなっちゃう。限られてるやつで言いたいこと言わなくちゃいけないみたいな。そうなんですよ、本当に。その点、Facebook いっぱい書けますよね。言えるみたいな。そうそうそうなんですよね。ちょっとこれを機にね、Facebook とか、そうですよ、教えてもらった方がいいんじゃないですか。ぜひぜひ。Facebook の更新は結構、あの、あ、でもなんかあのでもたまにしかやんないって言ってます。最近はすごいやってます。すごいやってます。はい。なんかあのやっぱ夕方とか夜が多いですかね。みんな帰ってきた頃に合わせて新宿レックス出てるよみたいなのとか、あとやっぱりあのすっごいあの近いです感じが、そのライブ終わって。今日のライブコーデ本当にありがとうございますって、すごいコメントが来るじゃないですか、はいはいはい、そこでリアルに本当に感じていただけるので、みんなで作り上げてるような感じはすごくします。そうですね、みんなでこうコメントをね、他の人どんなこと言ってるのかなってちょっと見たりしたりすると思いますよね、多分。Facebook いいですね。 Facebook の活用も教えていただいてね、はい。あの CM のね、この番組の Facebook ページがあるんで、ぜひぜひ、ぜひ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 、すごいあの拡散力をお持ちで、拡散力をねお持ちですからね、乗っかりたいと思います、はい。なんか最近すごいフェイスブックライブとかもね、はい、いろいろあるみたい で、ね、やってる方もすごいいますよね、はい。なんかフェイスブックたまにポッとやると、アリナイさんがライブを開始しましたみたいになって、そうなんですよね、なんかそういうのもね、やるんですかね、皆さんこれからは。やっぱなんか人によって合う合わないが SNS、ツイッターが合ってる子とか、はい、Facebook が合ってる子とか、ショールームが合ってる子とか、いろいろあるみたいで、はいはいはい、結構アイドル系の方はツイッター合ってるみたいです。なんかちゃんとこれからライブしましたけど、やるよみたいな、みんなそんな感じです。そうね、逆にインスタとかはあれですか、やんない感じですか。インスタもやってます、地味に、あ、地味とか普通にそうなんですね、プライベートが多いですけど。あ、そうなんですね、はい、うん、やってます。ちょっとね、舞さんのプライベートもね、覗きたいですね。そうですね、覗きたい方がたくさんいらっしゃると、ね、こんなに可愛い舞さんですけど、いやいやいや、もう、はい、はい、ということで、あと残り5分になりましたけれども、はい、
今ですね、まあ、女優さんやられたりとかモデルさんやられたりとかいろんな経験を経てアーティスト活動されているってことなんですが、まあ、先ほどちょっと目標とかおっしゃっていただいたと思うんですけども、はい、今後の活動だったりとか目標だったりとかどんな風にしていきたいなとか、そう、ね、アーティストとしてどんな風になりたいなとかもしあったら、はいはいはい、まずはその一つの目標で、300人を、はい、実現させることがまず一つで、やっぱり将来的にはもっとたくさんの、ね、規模でいろんな人に歌聴いてほしいので、まあ、その目標であるザード坂泉さん、あと大好きの今井美樹さんとか、そうですね、やっぱり息の長いアーティストを目指しているので、ここに3年間本当に生音の修行というか、でもだいぶ自分のやり方っていうのが分かってきたので、はい、これからちょっともうステージアップ、まあ、していきたいなって思ってます。アーティスト活動を本格的にされて、はい、でも2年ぐらい、ね、2年半か3年目です、はい、でもすごいですよ ね、 そんな風には全然見えないですし、まあ、さすがの集客力っていうところでもありますし、いやいや、今日褒められる、いや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 、すごい嬉しいです、事実をそのまま、うん、すいません。なんか曲の方向性とか声の作ってみたいとかあります？うん、曲で。そうです。今んとこはそのなんか洋楽だとテイラー・スウィフトさんとか好きで、はいはいはい、やっぱおしゃれ感のあるロック、ガツガツのロックじゃなくて、はいはい、ちょっと、うん、女の人も例えば年代がたくさんの人が聴けるような、はい、ソフトな感じのが好きですね。可愛いですね。あとその意外と椎名林檎さんの曲とかも、私すごい好きです。好きですか？好きそう、好きそうです。このディップの色が好きそう、好きなんです。確かにいいですよ、いいですよね。本当にああいうアーティストになれたらいいなって、すごい思いますよね。本当に被らないっていうか、うん、ね、変わらないっていうか、オリジナリティがありかつ、うん、なんかこうなんだろう、なんかよく楽曲提供とかもされてるじゃないですか、うん、そうね、いろんな方にしてますよね、うん、なんかあ、これリンゴさんの曲だよね、ふんふんみたいな、ね、うん、そう、リンゴさんっていうとちょっとかっこいいリンゴさんがでもマイさんがって呼ばれるようになりますよ。ですね、じゃあアルバムとかも、うん、まあ、後々は作りたいなみたいな、うん、そうですね、いろいろ溜まってはいるんですよね、作って、どのチョイスでっていう、はい、そうですね、アルバムの、ね、はい、テーマとかもありますもんね。ありますね、うんうんうん、ちょっとガツガツやっていきたいと思います。情勢を考えながらって感じですね、はい、楽しみですね、これから。ありがとうございます。ファースト CD が3月1日に発売されて、はい、まあ、その、ね、CD を引っ提げてライブ活動だったりとかこれからされると思いますので、はい、CD 自体はどちらって買えるんですか？アマゾンは、一応ツタヤとか、はい、で買います。全国の流通通ってるので、はい、どこでも、だから地方の方とかもちょっと予約していただいて買っていただけたら嬉しいです。ありがとうございます。ライブ会場とかでも買えますか？はい、あ、買います買います買います。すごいうざずかれ。ありがとうございます。皆さんはね、もうもちろん思ってられるんでしょうけど、はい、ね、ちょっと私さっき見ちゃったんですけど、クラウドファンディングされた方は結構たくさん特典があって羨ましいなと思ったんです。あ、なんかボールペンとかいろいろグッズがあるんですね。グッズが あります。そういうのが、はい、なんか普段使えるのがいいなって思って、そうですね、普通っぽいの作りました。あまりゴテゴテしちゃうとね、皆さんね、会社とかで使いやすいですかね、ボールペンとか、ね、ね、結構みんな昔よくなんか友達とかでも話すんですけど、はい、結構アイドルさんのとか言ってた時に、はいはい、がっつりこう花粉写真とか載ってるのを、ありますよね、勢いで買って、うん、使えないっていう。買ったけど実際に使うの恥ずかしいみたいな。なんで、はあ、いつっぽいな。じゃあ今後も楽しみにしてます、はい、ありがとうございます。はい、ということでもうお時間がね、そうです、あと、ね、残り1分で終わりなので、最後になんか言っておきたいこととか、見てる方もたくさんいると思いますので、はい、ちょっと一言。では、はい、では本当にいつも応援ありがとうございます。本当なら本当全国のイベントやライブやっていきたいんですけど、まず今のとこ東京中心なんですが、これからは全国に飛び回っていけるように頑張ります。待っててくれたら嬉しいです。では、これからも、頑張っていきます。よろしくお願いします。本当にありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、お願いします。今夜の C スタジオはいかがだったでしょうか？本日のゲストは佐伯舞さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。
それではこの番組はまた来週になります。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。